どれが角山、この上ぐらいだな。はい、ちょっと行ってみましょう。角山は低い山でございますよね。それもね、登るの大変でございます。何年か前も来とるんやけどね。その頃は田植えしてた何年だ前やろ。ずーっと昔も来たことあるんだけどね。これレンコン畑か、これ掘ってないみたいね。頂上まで 400-500m あるかな。 それぐらいですか。こんな坂あったかね、全然記憶ないね。この坂記憶ないね、さっぱり。何の作業してるんですか、はい、何をやってるんですか。竹のちょっとかなり生い茂ってて、でも枯れて倒れたりしてたんで。竹ね、すごいね、これ量がすごいですからね。ああ間引きしてる。竹は1メーターから切ったらね、枯れますわね、もう一緒に。こんな坂やったかね。なんか見覚えあるよとあるね。あそこね、はいはい、あそこね、看板がなんかあったな。看板があったんだ、あそこに。あそこまで行きましょう。まだ 100m ぐらいあるか。ここの山一番分かりにくいね、骨になってるからね。ここまでもうフラフラや。220m、角山、はい、全体下からちょうど 500m ぐらいだかな。 220m、 平地なら2分がそこまで行くんやけどね。平地なら平成中だね。山田さんだ、はい、ちょっと上がってみましょう。もう中は中下暗いね。よしよし、角山登山道。真っ暗やな、まだ3時半ぐらいなのにね、真っ暗でございます。これなんだ、これないかないね。もう字が読まない。国有林とは知らないんだね、角山。 199m、角山は 152m だ、152m ね。もう今日もだいぶ歩いとるんでね、もうフラフラでございます。どれぐらい歩いたかな今日。それで3時間、4時間ぐらいか。ここ入れて4時間半、5時間、よく歩いて5時間やな。まだ虫が少ないからね、いいんですけどね。もう夏は虫がね、あと蛇がね、ヤマトようきおりまんね、よう合いまんねんけど。ちょっと登山靴がいるね、ここは。下が緩いわ。220m、こんな時間かかるか。最後の10段ぐらい、これがね、またね、きついんですよね。はい、お願いできました。あ、これこれ、自動電動の。春すぎて。夏気に切らし、白帯への衣を干す手を編むの小山。これがね、自動電動の、ね、どこか見当たんかね、出てけんな。雨貸しのどこか見当たんやろね。はい、
そんな豚が残ってるからね。ほんでここからは見え、確か見えなかったんだけどね。どれぐらい離れてるの？2キロぐらい離れてるのかな。1キロ500か2キロぐらいのものやろ。離れていてもね、それぐらい離れてますかね。これ上がったとこがね、展望台でございますけどね、なんか見えるかね、展望台。もうちょっと見えるぞ、うねりは見えるぞ。ほら、うねりは見えますかね。うねりは、ほんじゃ二条山見えるじゃん。あ、二条山見える。はい、あ、二条山見えた。ね、二条山とうねり山。そしたら三浦山はどこだ。もっと右の方が。よっしゃ。三浦山は、あら、見えないか。見えないね。雨橋の丘も見えないか。見えないね。こっちでもね、雨橋の丘。はい。全然見えないね。これぐらいの感じやろか。見えませんね。ちょっと傾いてないかい。ちょっと左に傾いてるような感じがするんだけどね。いや、そうでもないか。柱が斜めに立ってるからかな。はい、失礼します。防犯カメラもありますか。はい、ありがとうございます。国徳田神社、これ降りて反対側から降りましょうか。もう薄暗いんですけどね。これ動画で撮ってるとこんな明るいけどね、薄暗いんだけど、ものすごい。角山神社頂上。ほんでこれがどっち行ったんやか。国見平と浜の岩戸神社。いやいや、浜の角山神社左やな。左100キロ、こっちやな。そっか、また100メートル、200メートル歩かないかんじゃな、向こう。200メートル以上歩かないかんかな。こんなんやったっけ、全然覚えてないね。下を見て歩いとんで、フラフラしてるんだよね。よいしょ。真っ暗、真っ暗でございます。まだ4時ないはずやけど、こんな暗いのかね。これ、しゃべる、これ、カメラ見たとこんな明るいけど、ものすごく暗いんだけど。はいはい。今日は途中をね、昼一番がね、ちょっとね、ミスって、倉橋ため池を歩いてしもうてね、一瞬回ってもうて。あれ、1時間ぐらいかかってるからな。あれちょっとね、今日の予定狂って。ほんまに予定狂ったんでね、途中でここで寄っとるんやけどね。はい。結局はここが最後でございます。はい、登山靴がいります。ここは開きません、これじゃ、この靴では。こんな強烈に下り方だったら知らなかったな、これ。水が削ってしまってね、この辺岩が出てきますわ。もう膝ガクガク。はい、あ、やっと赤くなってきた。はい、明るくなってきました。よしよしよし。もうそろそろ神社着くんじゃないかね。はい、降りてきました。角山神社でございますね。
ここにありますね。石碑だらけでございますけどね。久方の天の神はこの平部蓮木さなゆく春立つ空しも、ここからね、向かえたね、天の神山、あれどこあったかね、これそうか、さあ帰りましょう。だいぶあるぞ。200m 以上あるんちゃうかな。これもみ殻かね、これ。もみ殻みたいに。これだけもみ殻巻いてるの珍しいね。里芋でございますね。あとみかんがいっぱいなってるし、カキはほったらかしてあるし、もみ殻でございます。カキかね、これ。うねりまで。まだ戻しとるぞ。ほれ。ほれほれ。ほら、暑すぎるね、これ。この服は。ダメだな。熱がこもるんでさ。真冬しかあかんわ、これ。暑い暑い。すごい音でございますね。ボン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 と。火を燃えとる火が。すごい火が。ちょうど脅すんじゃまらんが火が見えない。火。